キャンピングカーを乗って、はい、お昼食べたいと思うんですけど、はい、アルバイトしてもらうことになりますの先にこれ与えてるってことそう、もうアルバイト代払ったんでねだからそうです、いくら買ってもいいよって言ってくれたわけ。はい、バイト代まんまとハマってしまった。じゃーん、パンです。熱々のカレーパン、しかも11個も買っちゃった。板チョコが入ってるそうです。デニッシュチョコ、自家製のなんかくるみとレーズンとか入ってるケーキみたいな。クリームパンとメロンパンとで、これはチーズベーグルでしょ。アボカドサーモン、カレーパン2個とマカダミアナッツが入っている。ちょっとハード系、プレスやね。そうで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個。いただきましょうか。おいしい。何食べようかな、何食べようかな。もう一個ぐらい食べよう。今食べたらふわふわでおいしいよな。これおやつやな、ね、メロンパン食べよう。ちょっと焦げたやつ選んできた。これちょっとこれもかじってみる。うん、おいしい。おいしいですか。素朴な味。ごちそうさまでした。頑張るの嫌になってきて、眠たくなってきた。お腹いっぱいだったらちょっと頭痛してきたから、休んどく。食べ過ぎて頭痛してきた。違うやろ。じゃこれで登場。いやいやいや、なんか全部いっとかなかったな。かわいい。あっ、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 すごい、初めて。そう、カメラ、カメラ。いやあ、あっ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 、やめてよ。それそこ、いやあ、あっ、逃げよ。すごい気持ちよさそう。あ、面白い、面白い、面白い。いやあ、やば。かかるわ。気をつけてね。うわー、怖っ。ちょっと、やばっ、最悪。お父さん、最悪、そっち行ってた。避難しとかなあかん。下におるのが一番いい。使われてるパンのために。あ、綺麗くなった。綺麗になりましたね。うん、もうないかな。何ないか。手洗いの方で洗ったんですけどね、特にこの辺のね、水垢とかがですね、取れないんですよね。それでね、今回はこちらの方を使ってみたいと思います。水垢スポットクリーナーっていうのをね、使って一回拭いてみたいと思います。お、取れる取れる。簡単に取れないと思ってたんですが、でもそれ結構強力かも。取れるでしょう、うん、はい、よく落ちる。ピピってやってもいい。いいですよ。これよく取れると思う。あ、だいぶ綺麗になったね、うん、これはいいかも。そう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 、頑張れ頑張れ。いいぞ。なにこれ、ここなんか気づいてる。
ら、ここピカピカしてたな、クレアってとこ。そうやね。ほら、あ、忘れてた。おー、綺麗になった。よし。よくできましたね。5キロぐらい痩せてるわ。デザートタイム。もうデザートタイム。つけて、理由をつけて、食べてるという。だから。すごいお父さん、これ。長っ。ね。私も、じゃーん、なんかこれ新製品かな。私、このビスケットのサン、ビスケットサンド大好き。けど、なんかこれコラボ、チョコレートと、ダーツの。新しいの大好きやもんね、うん、何でもこう新しいの新商品大好きで、いただきます。うん、これさ、昔メロンの中に入ってるシャーベットってあれ好きやった。おばあちゃんとか行った時よく買ってもらう、あの入れ物置いとくやん、かわいいから。メロンの形したやつしてたね。うん、かわいかったね。あれはめったに食べれない。うん、あれ知ってる、あのおっぱいのやつ、ゴムの中にさ、風船みたいなやつ。知ってる知ってる。でもあれ食べ方難しくない？最後なんてドキュッてやるでしょ。そう、あれ入った、あれおっぱいなの。おっぱいおっぱいみたいな風船。俺ら小学校の時からおっぱいおっぱい言ってた。おっぱい風船型みたいなやつね。そう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 。あ、汚い、そこがもうちょっと汚いよ。何もやってないからね、みんなこれやってはんやろね。ピンマイかな、ピンマイかな。はい、できた。掃除完了。早っ。めっちゃ早い。こういう時はいいね、キャンピングカー早いから。一応お部屋になってるけど、掃除も早い。だってここも拭いたね、ちゃんと。そう。これもやったで、さっさと。もういつでも旅に出れますよ。布団下ろさないといけないね、うん、冬のね、毛布ね、うん、もういらんからね、暑いから。これも持って、いや、これもね、片付けていきたいと思います。こちらね、この箱に入っているのはお掃除キット、部屋のね、片付け物とかにするときに使うやつです。で、ウェットティッシュとかをここに入れてます。あとこれね。で、ここの棚には何を入れてるかっていうと、はい、我が家ではトースター、トースターね、ポッケトル、ケトルね、うん、これ新しい予備のウェットティッシュ、ティッシュとちょドライヤーとかね、ヘアアイロンとドライヤー。これからお風呂行ったらドライヤーがね。そうやね、キャンピングで背中ね。そうやね、みんなあんまり使ったらよろしくない。で、それは鏡です。ああ。鏡ね、お化粧するとき、変身するとき、これ、ね、貴重品。そうですね、これ貴重品入れ、はい、あ、これトイレットペーパー、万が一のあのキャンプ場行ってトイレットペーパーないところが多いよね。うん、これ消毒のウェットティッシュです。歯磨きセット、これも歯磨きの充電器。あとは飲み物、コーヒーとか砂糖とか。そうそう、この奥はね。あと固めっこね。うん、これこれね、汁物の処分の時にこれを使って、これはもう本当にね、キャンピングカー車中泊の旅に出られる方には必ずね、これ一つ欲しいですよね、はい、固めるやつ、これに小分けしてます、はい、じゃあ入れときましょうか、はい、もらったけど出たこれずっとキャンピングカーのレッドあるやつ、もう引き上げようか。でもこんなジャムなれへん、いつか牛乳をね、牛乳買って入れたいでしょ。そう、大山牛乳入れんね。空っぽ。何これ、衣装性箱、一人で買ってんねん。まあまだ収納は可能ってことやね。はいはい、非常食として買ってたやつがずるずると食べなくてこんな状態になりました。もったい、ほんまにもったいない。今日の晩ご飯これでいいんじゃない。それ頑張りましたね。頑張りましたよ。よいしょ。やれ。これからなんか晩ご飯でも行きますか。はい、どうした、釣り滅ぼし。いやよく働かさせて。いや、家でご飯食べる。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、本当に洗車頑張りましたね。まあ僕はもう本当に今日は頑張りました。あ
私の方が頑張ったと思います。いやでもやっぱり本当あれやね、キャンピングカーの唯一の難点は洗車やね。ねえ、大きいからね。コイン洗車機とかに見れないし普通の洗車場ではなかなかね、高さで入れないところもあったりとかあるんですけど、2ヶ月ぶりにね、まともにこうキャンピングカーでの外出になりましたけど、はい、まあ、来週からね、旅の方にね、行きたいなと。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、ボタン、よろしくお願いします。バイバイ。頑張ってから、もっとなんかちょっとフランス料理のコースをごちそうしてくれるかなって思って。ああ今ね、ステイホーム開けたからさ、ちょっとあのソーシャルディスタンスちょっと離れなあかんけど、横並び。よう言えるね、そのソーシャルディスタンスって。何？そんな言葉が出てくるんや、横文字が。ちょっと離れとかないとね。ほんまやね。これいけるん？うん、この距離いける。あ、マスクつけてるし。まあ今日はもうね、もう早バイトはちょっと疲れたんでね、帰って、まあぐっすりね、また明日から仕事なんで、頑張りましょう。頑張りましょう。はい。では、バイバーイ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、切りましょう。